内田優馬ハトタブス。 Yes, 3, 2, 1。 皆さんこんにちは、 RGB です。よっしゃ、決まったね。来たぞ、ポーズ。3人全く一緒のポーズで決まりました。 RGB でございます。本日挑戦する企画はこちら、はい、トロッコ問題ライト版。イエーイ。こちらですね、テレビアニメ東京24区では僕たち演じる RGB がトロッコ問題という究極の二択を迫られます。究極の二択を主題されるので全員で答えを一致させてください。我々が全部正解しちゃえばいいわけですから。確かに、こちら特殊ルールになりまして、一人だけ不正解だった場合、この人はマイナス1ポイントになります。全員一致を目指して、頑張っていきましょう。 A、一生東京に入れない。 B、 一生東京から出られない。地元がどうだっていうのもあると思うね。それでは参りましょうか、はい、こちらです。 B、 はい、B、 B、 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 よかった。エロキさんはやっぱ合わせてくれたんですか。カイト君の言葉を聞いて、はい、あ、俺東京出身だわと思って。みんな、ね、なんで B に。生まれも育ちも東京23区内です。出たことがねそもそも出たことがね。タイムスリップするなら A、 未来、 B、 過去。あ、みんなどっちかな。そうよね、そもそもタイムスリップしたくないからね。そうね。回答オープン。でん、おお、なんで B にしたの。過去は戻らないと戻れないけど、未来は行かなくてもいつか来る。いや、俺は未来は自分で切り開くもんだと思ってるんで。あ、この顔やめて。顔の批判やめろよ。いや、俺過去はもう終わったから、うん、先どうなってるかなを見たい。あ、前向きね。前向きな方だった、うん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 、これは全員一致ならず。ならず。声優としてアニメに出演するなら、うん、A、 一生悪役、 B、 一生ヒーロー。究極すぎるだろ。ちょっと待って、今後の声優人生左右されるかもしれない。これでもさ、出演本数どうなんの。え、出演本数わかんない、わかんないよ。分かんない、これだと思うんだよ。いやー、これむずいよ、むずいよ、マジで。せーの、ドン。えー、えー、ヒーローはほらさ、うん、こう時代によって輝きあるやん。若い輝きとかもあるしね。熟してね、熟してくると悪役が美味しいんじゃないかな、ね、美味しい。でも単純にヒーローって大体一人のイメージありますけど、悪役って何人かいるんで、数打ち当たるじゃないですけれども、配役の確率が上がるっていう一番現実的な。